バシレオス二世地下のテマ性。アルメニアのように現在の地域と故障が一致しないテマがある。テマ性とは東ローマ帝国中期の地方行政制度。日本語では軍艦区政とも呼ばれる。なお、テマという言葉はもともとギリシャ語で軍団を表す言葉であるため、ここで述べるテマ性が開始される前から存在するが、この記事とは異なった意味で使用されていることに注意する。 必要がある。また、中世ギリシャ語では、セマとなる。スキュリツエス年代記に描かれたアラブ軍によるアモリオン行為、838年。城塞で、テマ穴取りイの兵士が防戦に当たる。テマ制とは、所属する兵士に農地を与えて、兵士は自由農民として農耕に従事させ、その収入により、武器や装備を自弁させるものとし、有事には、兵士として招集して、 国土の防衛に当たるという兵能一致の制度である。兵士はストラティオティスと呼ばれた。外敵の侵攻にさらされた地域において、兵士は常駐する軍隊の膨大な領食需要を、兵士が農民として自活することで補うことができ、有事には兵士たちは自分の土地を守るために戦うこととなり、士気は高く有効な戦力となった。また、陸軍のみならず、 海軍にもテマは形成された。本来軍隊の指揮官だったテマの長官には諸説あるものの遅くとも8世紀後期以降には民政権限も統合され、軍事、民政双方の権限を掌握する地方長官となった。テマの兵力は時代によって変化があり、またテマの規模や人口による相違も大きいが、10世紀の帝国東部の陸軍テマに関する記録によると、 最大のもので1万5千名、小さいもので4千名とされている。7世紀頃に現れる初期のテマは、野戦機動軍の軍団等を前進とすると考えられており、テマの長官の称号は将軍を意味するストラテゴスであった。ただ、皇帝直属軍団を前進とするテマオプシキオンの長官は、その前歴の名残でコメスであり、隣接するテマオプティマトンの長官は、 ドメスティコスであった。その後、テマの分割や、領土拡大などにより、新たに発足したテマの長官は、いずれも、ストラテイゴスを称した。テマの増強の過程では、兵力源となる人口の増加策として、移民、入植政策も推進され、小アジアアルメニア出身者のトラキア地方への入植、スラブ所属投稿者の小アジア北西部への入植などが行われた。 かつては、テマ制は、ヘラクレオス王朝統治下で、計画的に導入されたとする見方が多かったが、現在では各地を防衛していた軍団が、臨時に取った措置を帝国政府が追認したものではないかとする見解もある。いずれにせよ、未だに国際ビザンツ学会でも論争中であり、テマの起源については、戦乱の時代で記録が少ないこともあって諸説あるのが、現状である。 10世紀の人々にとっても、手間制の起源は謎であったらしく、皇帝コンスタンティノス7世は、手間の起源についてという書を記し、解説を試みている。初期の東ローマ帝国の地方制度は、ローマ帝政末期の俗州制度を継承していた。すなわち、中央から任命された州長官が行政を担当し、国境線の防衛は軍司令官が担当するという、 軍事と行政の分担制度である。しかし、ヘラクレオスの時代ともなると、ユスティニアヌス一世以来の相次ぐ戦役により、国家財政は悪化し、サーサーアン朝、ペルシア帝国は過労じて退けたものの、新たに勃興してきたイスラム帝国やバルカン半島の、ブルガール人の侵攻により毎年のように、首都コンスタンティノポリスが脅かされるようになり、 従来の中央集権型の地方制度では、敵国の同時進行に対応しきれなくなっていた。そこで移民族の侵入に素早く対応できるように、するために、現地の軍司令官が行政権を兼任する手間が導入された。バルカン半島方面では自由農民の他にも、有毛さで知られたスラブ人なども任用され、これも戦闘力の増強に一役買ったという。 このストラティオティスはトンデン兵でもあり、これらが各地に入植することで拠点を構築し、税収増や国防力強化へとつながっていく。初期には土地の異常が法律によって禁止されていたため、手間単位での大規模なトンデンを行うなど、帝国によって厳重に統制されていた。特にコンスタンス二世の時代にスラブ人をコアジアに入植させた政策は、 有効だったらしく、彼の時代には、ウマイヤ朝を創始して、イスラム帝国を継承した、ムワーウィアも東ローマの小アジアにおける防衛戦は突破することができなかった。手間制度を可能ならしめた要因として、6世紀末から8世紀の時期に、従来のコローヌスに基づく大土地所有制度が徐々に解体されたことが挙げられる。この時代は、帝国の混乱期で、 スラブ人やペルシア人の信仰によって、農村の大土地所有や都市に打撃を与え、帝国を中小農民による、村落共同体を中心とした農村社会に変貌させた。ヘラクレオスの時代には、サウサン朝やイスラム帝国の信仰によって、従来の帝国の国葬地帯であった、シリアやエジプトが奪われており、パンとサーカスという言葉で有名な小麦の配給も、 廃止せざるを得なくなるほど帝国全体の生産力が低下していた。このような村落共同体の形態としては、スラブ的な農村共同体、ミールとの類似性を指摘する説があるが、現在では、東、ローマ独自のものであるという見方が強い。かつては主流であった手マ性が、計画的に導入された制度であるとする説は、近年では疑問視されるようになってきている。 このように考えられるようになった理由としては、従来の説を支持する記録が10世紀以前の資料からは見つかっていないこと、8世紀中頃まで、旧来の行政区画に基づく民政機構が手間とは、別個に存在していたことが分かってきたこと、従来は手間が発足したと考えられていた時期に、実際には、中央政府には軍隊に対する領食や装備品の調達、 補給を担当する官職、組織が置かれており、中央政府は長期にわたって軍隊への補給の確保、維持を図ろうとしていたことが明らかとなったこと、等が挙げられる。このようなことが明らかとなったことから、8世紀後期頃まで民政機構は、手間とは別で民政業務が手間長官の権限に統合されていくのはそれ以降であり、長期間を経て形成されたと考えられるように、 なっている。手間制度密接に関連すると考えられてきた、手間兵士に農地を分与する軍事保有地制度についても、以下のように形成されたとする考え方が示されている。7世紀、失われた帝国周辺領土から撤収した野戦機動軍の軍団が、コアジア各地に進駐し、優勢なアラブ軍に対して、重心を生かした面的な交戦を続けていく中で、領職等は、 現地調達に頼るようになり、調達に有利な農村部に部隊が分散して宿営するようになった。このように農村部に常駐するようになった軍隊と現地社会の間では、新兵長母や現地民と将兵の通婚などにより、軍隊の現地社会への同化現象が進行し、軍人への不動産の集積が進んだ。軍隊への補給維持に注力していた中央政府にとっても、 軍隊の現地自活は財政負担が軽減され、好都合であることから、この状況を中央政府も容認することとなり、制度として固定化されるに至った。強大な軍事力を要する手間は皇帝に対する反対勢力ともなり得たが、他方、中央政府は国土全体に対する徴税機能と、その歳入を軍事費その他に再配分する機能を一貫して掌握し続けた。 そのため手間が反対勢力となった場合も、各挙、独立という形態には向かわず、政権奪取を目指して首都に攻め上る形に向かうこととなった。なお、手間性は古代ローマ以来の国家体制に大幅な変容をもたらすものであり、このことからそれ以前の時期の帝国との連続性を否定し、新国家体制の成立と解釈する説もある。いずれにせよ、 手間性は発足の経緯こそ不明であるものの、発足後の増強、整備は政策的に推進された。手間性を含む国家体制の変容は、東ローマ国家の防衛力を大きく強化することとなり、ユスティニアヌス長期より大幅に縮小した国家は決して滅亡することはなかった。注釈出典。ありがとうございます。